はい、ゾンビさんチャンネルへようこそ。今回はデッドアイランド2のですね、新しいリーク情報をつかみましたので、そちらの方をね、皆さんとシェアしていきたいと思います。情報としてはね、新しいゲームモードがね、追加される予定があるんじゃないかっていう情報なんですけど、まあね、今回ね、11月の2日に新しい DLC ね、ハウスの方が来るんですけど、まあこちらの方はね、あのハウスの詳細については別の動画で紹介してますんで、そちらの方をね、見ていただきたいと思います。概要欄にね、リンクの方貼っておきます。で、今回はその DLC とは別で、ゲームモードっていうね、こと情報がリークがあったので、そちらの方をね、紹介したいんですけれども、まあ、詳しい内容というか、そのまあちょっとしたね、細かい内容に関してはちょっとサイトをね、見ながらやっていきたいと思いますので、最後までご覧ください。ゾンビさんチャンネルはほぼゾンビゲー専門チャンネルとなってます。ゾンビゲープラスアルファ、ゾンビゲーとね、他のゲームを、中心しているチャンネルです。チャンネル登録、ライクボタン、コメントしてもらえるとモチベーションアップにつながりますので、よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、それではね、この、まあ、リーク情報の元になったサイトがあるんですけど、そちらの方を見ながらね、詳しく、探っていきたいと思います。ただね、これ事前にちょっと言っておきたいことがあるんですが、注意しておきたいことがあるんですが、こちらね、あくまでもリーク情報なので、確定の情報じゃないので、本当かどうかはね、ちょっとわからないので、みんな信じるか信じないかはあなた次第ですということで、まあ聞いていただきたいかなと思います。それではね、このインサイダーゲーミングっていうね、自分の元ネタのサイトがここなんですけど、ここ結構リーク情報とか、なんか、結構な確率で当たってるらしいので、まあまあ信憑性はあるのかなっていうサイトですね。まあ、ここに書いてあるのは Exclusive Dead Island 2 Neighborhood Watch Game Mode Details 書いてあって、なんかまあ Neighborhood Watch っていうね、ゲームモードの詳細があるよっていうことが書いてあるんですね。それは何なのかみたいなね、ところなんですが、まあね、ここに書いてあるのは今回のね、ハウスを含む DLC、で次がね、ソーラーフェスティバルっていうのが、イベント会場でなんか起こる DLC がね、第2弾。まあこれはね、公式からロードマップで出てるので、まあみんな知ってると思うんですけど、まあ、ハウスとソーラーフェスティバルっていうのがあるんだけども、それ以外に実は、なんかネイバーフッドウォッチっていうね、ゲームモードがね、あるよっていうことをこの人たちは知ったらしいです。どういう経緯で知ったのか知らないですけど、知ったらしいんで、それをお伝えしますということで、で結構書いてあることが詳しいので、これ本当なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ちょっと読んでいってみましょう。ネイバーフットウォッチは、まあ、新しいね、体験ができますと。で3人のプレイヤーでプレイするみたいですね。でこれを決まってるみたいです。これは具体的ですよね。3人のプレイヤーはセーフハウスを攻撃してくるゾンビの大群、これを追い払うのが任務ですと、こうなってますね。まあだから要はあれですよね、タワーディフェンスをするってことですよね。 でこのモードは、5日間あるらしいです。ゲーム内時間ね、5日間で、その5日間をクリアするっていうのが目標っぽいですね。で罠を設置したり、で武器をね、こう漁って見つけたり、こう物資漁ってね、見つけたりして防衛する準備を整えるらしいんですよね。だからなんかすごいミニ版のセブンデイズトゥーダイの行動の時をやるみたいな感じなんですかね。でプレイヤーはあの選択肢として難易度を選べるらしいんですよね。で一つ星から五つ星まであって、まあ、これを選択できるんですけど、だんだんね、難易度はね、ゲーム内時間の日にちが経つにつれて上がっていくみたいなんですよね。だから1つとか2つとかの星で始めても、まあ、3日くらいまでには、まあ、3か4の星にの難易度にを完了することになるよっていうね、ことらしいんですよ。で、まあ、あるものとしては罠ですね、トラップス、罠、あと近接武器、遠距離武器で、これがね、最後がね、次に来るゾンビから1種類のね、ゾンビを除去する能力が取れるらしいですよね。これはちょっとよくわかんないですけど、まあなんかこのゾンビは来ないでほしいみたいなのをターンっていうか、その1日のね、行動の時に選んで、そいつを取り除くっていう能力をゲットできるっていう
何かしらの条件でゲットできるってことだと思います。まあ、こんな感じでやっていって5日間クリア、ホードモードね、ゾンビの大群を防ぐことができたらクリアみたいな感じっぽいです。まあこのぐらいですね、分かってん。でもかなり具体的でね、プレイの感じとかも想像ができる感じで書かれてるんで信憑性は高いのかなと思います。でね、これね、見てて思い出したのが、まあ縁版のね、セブンデイズトゥダイって言ったけど、それよりも近いのがオーバーキルドザウォーキングデッドみたいなね、確かタイトルだった気がします。なんかウォーキングデッドとのタイアップのゲームなんですけど、結構評判良かったんですよ。まあ一部ね、ちょっと難易度が高すぎるとかね、いろいろ不満点漏らしてる人がいましたが、あのね、似たような感じです。準備して、みんなで準備して報道に備えて、来たらやっつけて罠にかけてみたいな感じで、いろいろ小細工をしてどんどんね、サバイバルしていくっていうゲームがあったんですよ。オーバーキルザウォーキングデッドでね、検索したら多分出てくると思うんですけど、それ自分もやりたいの、面白そうだなと思ってたんですけど、なんかベータだかなんだかの段階、最初のリリースの段階か忘れましたけど、消滅してしまって二度とね遊べないゲームになってしまったんですけど、それにね近いのかな、ものすごいって思いました。なのでね、これ楽しみです。レタレーヌ2ってね、なんかコープ味がちょっと、協力プレイ味が薄めのゲームなので、これによってね、こうコープでみんなでワイワイやる楽しさみたいなゲームモードが追加されることはね、めちゃくちゃね、デッドアイランド2が盛り上がっていく可能性がね、こうあるゲームモードだと思うんで、非常にこれ楽しみです。DLC ももちろん楽しみなんですが、このね、ネイバーフードウォッチもね、めちゃくちゃね、楽しみですね。早く来てほしいですね。ただ、今回のハウスの DLC に含まれているかと言われれば、多分含まれていないんじゃないかなっていうね、ことは、まあ、書かれてますね。自分もそう思います。多分含まれてないと思います。どうなんだろうね。これだからゲームモードだから DLC っていうよりも追加のゲームモードとして来るから、まあ、DLC とは関係ないね、パッケージですよね、これはね。なので DLC が出終わった後に、第2弾まで出終わった後にもしかしたら追加されるのか、もしくは DLC と DLC の間に、まあ、干渉っていうか、そのね、空白期間を埋めるのにこれをね追加されるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、期待してね待ちたいと思います。ということで、今回はね、新しいゲームモードのリーク情報を紹介しました。このゲームモードね、もし実装されたらね、めちゃくちゃ楽しみだし、実装してほしいですよね。これがね、あることでゲームがね破綻するっていうこともないだろうし、もう一回こきるね、そのゲームモードだけの話なんで、実現してほしいと思います。ということでね、ゾンビさんチャンネルではね、でゾンビ系も紹介とかプレイ動画とか出したりとかライブ配信したりしてますし、またね、別のゾンビゲーだけじゃなくてね、他の面白そうなゲームも、注目したゲームも、紹介したりプレイしたりしてるんで、もしよかったらね、チャンネル登録と皆さんの応援でね、成り立っているチャンネルですので、ぜひね、よろしくお願いします。この他にもね、ディスコードサーバー運営してたりとか、あとメンバーシップもね募ってますんで、あとグッズ販売なんかもねちょろっとやってますんで、まあ、皆さんもねご協力のもとチャンネル運営していきますん で得たね収益は新しい機材買ったりとか、チャンネルがより良くなるために使わせていただきますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。ということで、今回は以上となります。それでは次回の動画ライブ配信でお会いしましょう。ゾンビさんでした。またね、バイバイ。